はい、皆さんこんばんは。今日はですね、本当に日曜日のこのような時間にですね、お時間をいただきまして本当にありがとうございます。今結果を聞いたばかりでございまして、いろいろ分析とか一切できておりませんけれども、結果は結果として重く受け止めたいというふうに思っております。この間ですね、お支えをいただきました、数々の支援者の皆さん、そしてスタッフの皆さん、たくさんの方々に、私たちお支えをいただきましたことを心から感謝を申し上げたいというふうに思います。本当に長い期間であったような、そして 短いような気もいたしておりますけれども、もう得難いものを得られたというふうなことで、今は非常にすがすがしいといいますか、本当に残念な気持ちはもちろんありますけれども、結果が出たということに対しまして、本当にそれを真正面から受け止めることが今はできておりますので、はい、そういうことでございますので、ぜひとも皆さん方にはご理解をいただいた上で、そしてこれからのこの首長選挙の在り方についても、これからしっかりと女性2人が出たということについては、一つの歴史的なことだったと思いますので、ぜひともこういうことを一つ一つの何と言いますか、足跡にしながら、これを学び取っていただき、今後の糧にしていただければというふうなところまでは思っております。以上でございます。お支えいただきましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。